この前、私の水着姿に興味があるって言ってくださいましたよね。何？本当は一緒に海とか行けたらよかったんですけど、まとまった時間も取れないですから、せめてもと思って、おいおいおい、ブレーキ取んな君、今ブレーキついとるんか。踏み込みがすごいな。インコース踏み込みすぎだって。こういうこんな積極的なんか。見たいに決まってる。ワンピースタイプだったら切れるよ俺なあ。メロンパンがよ。でも私、コンプレックスがあって。なんだい？コンプレックスってなんだい？はい、胸が大きいのコンプレックスなんですよ。て感情を抱きやすいことは知識として知ってる。どっから得たんだよ。現場でおっぱいで早く選んだって言われちゃうこともあったりしますし。そんなこと言われたりするんですか。そんなやつだ。グランデ。メンディですよ。乗せないでください。しょうもな。早見せろ。もうケイトさんとお話をしていると自分のコンプレックスなんてバカバカしくなっちゃいますね。本当だよ。こいつこそコンプレックスの塊だからな。ケイト、過去に何があったんだこいつの。フルスユカコ編で見れねえんか。え？もう水着より違う身が見えそうだよ。どんな大きさかな。私もお話できてよかったです。なんだか心が軽くなりました。ありがとうございます。ケイトさん、あなたのそういう優しいところ大好きです。これなんかさ、30分前を見たら毎回これか。おっと、トレンタだったは？感想会しろよ。人気声優の作り方。そうなんです。なんだ。今日の収録後にマネージャーさんからお話があって。俺のこの横島の考えがさ、この回だけで、この回というかさ、
このクルス床後編に入ってから何回ジョージが行われたか気になるな。俺の感覚だと3回行われてるね。告白で1回、放送物質で1回、水着で1回だ。R18 番気になるな。トゥルルー、親密度が少し、え、マジそれ、あの写真が掲載される雑誌が発売になるので、それに合わせてテレビ出演をということらしいんです。音止まんな、これ一個しか上がってないけどいつになったらこれ上がんだよ。これあ、これルート進んでるからいいのこれ。まあいいか。大々的なトピック2つ重なれば話題性も上がるし、認知度もなぎ登りってわけですね。アニメの宣伝メインの番組には何度か出たこともあるんです。だけど地上波の、しかも朝番組に出るのはさすがに初めてで。何？ズームイン。朝って何？目覚まし？はい。すっきり。メジャーさんもすごく張り切ってくださってて。老若男女。知るって言ってもすぐ忘れるけどな、朝のことなんて。どんどん手の届かない人になっているけど、触っとけ。なんかほんの10分前ぐらい見たよ、同じようなやつを。ほら、体温とか、あなたの大好きなおっぱいとか感じますよね。どうして笑うんですか？あれ、いつの間にか3言ってないな。でも敬語なんだ、喋るとき。不思議だな。ありがとうございます、テッドさん。私にとって、一番そばにいてほしいのは、あなただけなんです。それだけは、忘れないでくださいね。うっす。相当幸せ。もう何回見たんだよこれ。確認すんな毎回。ケイトさんに応援してもらえるなんて幸せ者ですよ。結構近いんじゃん。明日？ええ。それは急なんですけど、明後日収録なんです。下の一分いるか？全然違いますもん。あ、そう。それについては確信があります。もうふっとけ腰。ケイトさんのお墨付きがあると気持ちが楽になりますね。ありがとうございます。頑張ってきますね。人形かなんかか。不安なんだから。もうその都度抱きしめろ。オンエア、あさって。早起きですね。なおさんだっていつもならぐっすり寝てるのに。まあ当然でしょ。
やっぱリアルタイムで見たいじゃん。当然、昨日の夜に絶対起こしてとか頼んできたのはどこの誰かしら。あ、大勢よ。いやー、誰なんだろうね。で、なんてコーナーで出るの。エンタメニュースの最後にトレンドワードっていうコーナーがあるんですけど、そこでです。録画もバッチリですからね。昨日お兄ちゃんの部屋のレコーダーに予約入れておきました。喜んでもらえるのは嬉しいですけど、恥ずかしいです。やっぱり。て録画なんですから。言うな。緊張をほぐそうとして気を使ってくれているのはわかりますけど。はいはい、テレビが始まる前から苦しんでてどうするの。そろそろなんじゃない。クルスさんテレビ出るんだ、すごいね。妬みか。なんかこっちが緊張する。静かに、ほら始まるよ。始まるよ。うわー、ゆかこさんがテレビに映ってる。見せてや。なーに落ち着き払ったふりしてんのよ。全然落ち着き払ってないと思うよ。さっきから空のコップを持ち上げたり置いたり、見てるだけで忙しいし。考えることが多いんだよ。てて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 てるてるてててる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 。そうだよね。もっとテレビの近くの席に移動してもいいんだよ。いや、録画で見返すから大丈夫です。え。あれ、チョホニーはどこ行ったの？生放送じゃないでしょこれ。本人は仕事だ。あれ？消えてしまった。え、ゆうかこさん、机の下に隠れてちゃダメですってば。今日の主役なんですから。なんで隠れるの。自分じゃない自分って何。大丈夫ですよ、ゆかこさん、いつも通りですよ。そうですよ、いつも通り平常運転でマックス可愛いです。いやー、すごいね。朝番組のワンコーナーで特集されるなんて、なかなかなくない。なくなくない。せやろ、これがうちの恋人や。もう、なんでそういうこと言うんですか。テレテレテテ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 レ最高オブ最高。あっという間ですね。あ、
告 PV も流れるはずですよ。嘘を消して、テレビ消してください。なんで。これは原初の神々の物語。ガイアとタルタロス、2つの国タルタロス長い間戦いの中にあった。おお、こんなおっさんの声じゃねえか、もっと甲高いか。おお、こんなつってすぐに声わかるね。素人だもんな。今日の主役はユカコさんです。でも恥ずかしい。朝デビュー、あ、確かにデビューだな。デビュー。乾杯しとく。味噌汁しかないけど、朝番組らしくていいじゃん。お味噌汁で乾杯。乾杯。てて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 、落ち着いて話せてましたよ。物腰柔らかで素敵でした。何役だお前、よいしょしすぎだろ。1時間くらい見ていたかったですよ。そつけ。見てください、お兄ちゃんも全力で苦しんでます。はは。ありがとうございます。まあいいか。この通常運転できんのすげえな、マジで。次元が違うな。話しかけたがってる風のクラスメイト。俺を見たぞ。一緒にな。そうか。いや、我らが苦しいはますますハントを広げていくな。一緒にな。ああ。ああ、すごいよな。有名になった上に周りに馴染めてる。トゥ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 。ああ、そうだ、ケイト。今日の昼の放送は俺たちでやるからな。なんで？当番変わったのか？ああ、クルスシ関連の楽曲を流すために俺のコレクションを持参してきたからな。確かに。話せるではないか、しゆう。今こそ我ら聖火台学園分隊の力を見せつける時なのだよ。はっはっは。はっはっは。CD 出してんの？アルバム？とんでもねえな。トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥ。はーい。かわいいな、ゆかこさん。もう苦しい。はいはい、苦しい苦しい。もう聞き飽きたよ。切るなんて言えちゃう気持ちが理解できないよ。お兄ちゃん、本当にユカコさんの彼氏？
そうですよ。ほほう、さすがお兄ちゃん。苦しい人健在で、妹は安心したよ。日本語おかしすぎだろ、これ。そういえば、今日はゆかこさん遅いの？打ち合わせ？そっか。あんまりゆっくりできる時間が取れないのは、ちょっと寂しいね。付き合いたてなのに。てめえは心配すんだよ、俺！携帯が振動していた。なんだい？ゆかこさん？違う、デッシン。早く出ろよ。ために力を貸せ、親友。どうした？詠唱してるんか今。俺の苦しいを口さがなく罵るウジ虫どもを駆逐するために力を貸せと言ったんだ。お前なく俺の苦しいだ。ウェブを見ろ。苦しいテレビとでも検索すればすぐに出てくるだろう。ああ、わかった。ちょっと待ってくれ。ブラウザで検索かける。メロンパン。何この、ホラー。見たか？俺の怒りが伝わっただろう。何？この BGM 怖えな。こいつらはクルシーを2次の存在だと履き違えているのか？クルシーは由緒正しき 2.5 次元。生身の人間の動作の一瞬を切り取って茶化すなど言語道断。なんで怒ってんの？有名勢じゃん。こんなことを書く奴らの程度の低さにヘドが出る。せめてこいつらに一泡吹かせねばと思ってな。なんて書かれてんだ。教えてクレメンス。聞いているのか、ヘド。なんだ、ヘドって言ったか、今。お兄ちゃん、どうしたの？わらわの怒りは、怒り浸透。ああ、いや、なんでもない。なら、また改めてかけ直そう。ああ。悪い。なんでもなくないでしょ。何か良くないことでも。何それ、信じらんない。そんな怒ることか。なんて書かれてんの、教えろよ。意味わかんない。あー、もう焦げ焦げ卵になっちゃったら、あの生地のせいだ。俺たちが騒ぎ立てるのは違う。まあそうだな、同じ人間いっぱいおるぞ多分。一番の被害者。あいつが騒いでんのってネットのあれ？せや、あれや。うん、 SNS で飛んできた。ピュン。有名勢って言っちゃえばそれまでかもしんないけど。それまでで。どこにでも暇なやつっているよね。本当ですよ。せやな。可
愛い瞬間をキャプチャして集めるのが普通の感覚ですよね。キャプチャ普通じゃないな、確かに。キャプチャも、それは許してよ。紙ホルダーを潤さないと人生がサハラ砂漠だよ。おはようございます、皆さん。エゴサしない。これも、立派だよ。ゴイゴイ数だよ。おはようございます。おはよう、ユカール。騒いでて悪かったね。いえ、気にしないでください。ノーさん、今朝はお早いんですね。まあね、ユカエルを悪く言うクソ野郎どもをどうやって駆逐するべきかって思ってさ。おい、広げんな。ちょ、ノアさん、いきなり何言うんですか。大丈夫ですよ、小夏さん。そういう記事が出てたってことはもう知っていますから。お、もう税金払っとる。有名税を税金払っとる。ああ。てっ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 て。いつみさん、おはよう。ゆか子さんは見ない方がいいです。あんなの記事じゃないもの、落書きですよ、落書き。そうそう、そう思いなよ。そうですよ、ゆか子さんのこと何も分かってないくせに、ひどすぎます。怒るのはそれぐらいでいいよ。気にしないで行きましょう。はい、そのつもりです。トゥ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 。ごく一部で起きていたこと、それは、それは、ゆか子さん、今日は学園には行くんですか。はい、午後はお仕事なのでお昼までですけど。学園、今日はお休みした方が良くないですか。記事を見て、ゆか子さんを茶化すような人たちだっているかもですし。ありがとうございます。でも本当に大丈夫ですから。それよりも皆さんと学園に行きたいです。強い人間だな。気を使いすぎだよな、逆に周りが。それも有名勢か。なんだか秘密基地に行くみたいで楽しそうですね。なんだかお願いしてもいいですか。声が、ここはお兄ちゃんに任せるべきですよね。でないと馬に蹴られちゃいそうですし。え、ね、誰馬って。彼氏くんに任せておきましょう。俺は騎手だよ。クルスのこと馬って言っとるんだが、悪口言っとる。